はい、こんにちは。始まりました、フォトグリッシュの岡崎です。では今日も毎日リスニングやっていきましょう。今日はチェーンソーマン第7話の姫野先輩とデンジ君が話しているシーンのセリフを取り上げます。でこのシーンが翻訳がすごい上手いなと思ってずっと取り上げたかったところになります。でちょっと前提を話しておくと、デンジ君と、アキ君がいて、でどちらもマキマさんのことが好きなんですよね。ただ姫野先輩はアキくんのことが好きっていう、そんな感じの状況になっています。で、出てくる表現としてはこう全くもうみたいな感じでもうって言いますよね。でその姫野先輩がこうもうって言いながらもう牛っていう風に言うんですよね。でそのもう牛のところがいい感じに翻訳されているので、そこちょっと楽しみに聞いてみてください。では行きましょう。Sweet Denji, you're crazy about Miss Makima, aren't you? Dude, I'm so dizzy. You could do a million times better than that selfish bitch. Open your eyes. Aki, too. Give up and stop fawning over her. Move on. Moo, like cows. Oh, sweet Denji, you're crazy about Miss Makima, aren't you? Dude...I'm so dizzy. You could do a million times better than that selfish bitch. Open your eyes. Aki, too. Give up and stop fawning over her. Move on. Moo, like cows. Oh, sweet Denji. You're crazy about Miss Makima, aren't you? Dude, I'm so dizzy. You could do a million times better than that selfish bitch. Open your eyes.Aki, too. Give up and stop fawning over her. Move on. Moo, like cows. はい、という感じでした。いかがだったでしょうか。はい、ここから回答に行くので、聞き直したい方は動画を戻して聞き直してみてください。Oh, sweet Denji. You're crazy about Miss Makima, aren't you? Dude.I'm so dizzy. はい。で、Oh, sweet Denji と言っているのは、可愛いって感じですね。で、可愛いデンジ君っていう感じで言っています。で、You are crazy about Miss Makima, aren't you? というふうに言ってますね。で、この Miss Makima さんに crazy about なんでしょっていうふうに言っていて、で、この be crazy about は何々に夢中くらいの感じでいいですね。でも、狂うくらい好きってことですね。で、そして、aren't you? というふうに言っている部分は、これは不可疑問といって、元の文が you are というふうに肯定文になっていたら aren't にして主語を足してやると不可疑問にできる、疑問文にできるという感じですね。で元々が例えば you aren't とかだったらこっち側は are you になりますね。はい、逆にすればいいという感じになります。まあ、ここはこんな感じでいいですね。そして Dude, I'm so dizzy と言っています。でこれ姫野先輩にお酒飲まされてるんですよね。で Dude, わーっていう感じの Dude になります。でこれ呼びかけとかでも使うんですが、うわーっていう感じですね。で驚きとかを表したりするときにも使われるという感じでした。以前もデンジ君使ってましたね。でそして I'm so dizzy と言っています。でこの dizzy はフラフラするとかめまいがするっていう意味の形容詞になります。はい、という感じですね。で発音のポイントは sweet denji っていう感じで t の音がなくなります。そして you're crazy about Miss Makima、 この t の音もなくなりますね。でここ aren't you という感じで t の音がチの音に変化しますね。で aren't you という風に発音すれば OK です。はい、ということでもう一度流すので自分では発音してみましょう。Sweet Denji, you're crazy about Miss Makima, aren't you? Dude, I'm so dizzy. はい、という感じですね。では次のセリフに行きましょう。You could do a million times better than that selfish bitch. Open your eyes. Aki, too. Give up and stop fawning over her. Move on. Moo, like cows.はい、という感じですね。で、まず You could do a million times better than that selfish bitch と言っています。で、これはまあ言葉はちょっと綺麗じゃないですが、この Do better than という表現がちょっと難しかったかなと思います。で、一応この Do better than というのが男女関係で使われると、何々よりいい人が見つかるよみたいな意味で使うことができます。で、この Could
が、これもちょっと難しいんですが、これは仮定法で取っていいと思いますね。で、一応この could っていう風に過去形になってるんですけど、これは今の話をしていて、で、何々よりいい人が見つけられるだろうにくらいの感じで取ってやると綺麗に取れますよね。で、you could do a million times better って言ってるんで、100万倍ですね。100万倍で、この that selfish bitch と比べてるので、あの自己中女よりも100万倍いい人が、まあ、君なら見つけられるのにって言ってる感じですね。で、この open your eyes という表現は、目を開くというところから気づくという感じになりますね。なんで、マキマさんよりいい人がいるってことに気づいてよくらいの感じで言っています。そして、アキ君もって言ってますね。アキ君も気づいてよって感じで言ってます。で、give up and stop falling over her と言っています。で、この give up がですね、まあこれ単体で諦めるって意味もあるんですが、give up ing ですね。動名詞を目的語にとって何をするのをやめるって意味がありますね。で、あと stop falling、 こっちの stop も一応後ろに動名詞を取って何をするのをやめるっていう意味があります。で、これ単体でまあ諦めて、で、この falling over her するのをやめてっていう風にとっても大丈夫ですね。で、fall over というのが、こびるとか、へつらうとか、あと甘えるみたいな意味があったりします。で、この日本語版だと出れるになってるんで、そこを表現していますね。で、彼女にこうデレデレするのをやめてよっていう風に言っています。で、次の move on なんですが、これ文字通り捉えると進んでいくっていうことですよね。なんで、その、もともとそのマキマさんが好きなんだろうけど、そこを諦めて前に進もうよ、みたいなことを言っています。で、この move on の move の音を受けて、牛の鳴き声の move に持っていって、like cows、牛みたいにっていう感じで言ってるんですよね。はい。で、この more っていう表現って、なんか例えば come on とか hey とか、そんな感じで表現するのかなってちょっと思ってたんですけど、なんかこういう風な持ってき方もあるんだなと思って、結構感動しましたね。はい。という感じでした。で、発音のポイントは could do っていう感じで、この could かなり弱く短くなります。そして the selfish っていう感じで、この t の音消えます。で、and の d の音も消えますね。はい、ということでもう一度流すので自分でも発音してみましょう。 You could do a million times better than that selfish bitch. Open your eyes. Aki too. Give up and stop fawning over her. Move on. Moo like cows. はい、という感じでした。で、ここを今ちょっと聞き直して思ったんですけど、この Aki too のあたりもちょっとうーっぽく引っ張ってますね。はい、という感じでした。あ、ちなみにですね、このおーっていう風に2つ並んでいるときは、だいたいうーかうかあっていう発音になります。で、この間違っておって読まないように気をつけたいですね。で、あとこの aw のスペルの時はおーって発音します。こういう発音記号のおーっていう音になりますね。では今日はこれで終わりたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、あと絵文字一つでもいいのでコメントいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。 Oh, sweet Denji. You're crazy about Miss Makima, aren't you? I'm so dizzy. You could do a million times better than that selfish bitch. Open your eyes. Aki too. Give up and stop fawning over her. Move on. Moo like cows. Sweet Denji, you're crazy about Miss Makima, aren't you? Dude, I'm so dizzy. You could do a million times better than that selfish bitch. Open your eyes. Aki too. Give up and stop fawning over her. Move on. Moo like cows. Oh, sweet Denji, you're crazy about Miss Makima, aren't you? Dude...I'm so dizzy. You could do a million times better than that selfish bitch. Open your eyes. Aki too. Give up and stop fawning over her. Move on. Moo like cows. Oh, sweet Denji. You're crazy about Miss Makima, aren't you? Dude.
Dude, I'm so dizzy. You could do a million times better than that selfish bitch. Open your eyes. Aki, too. Give up and stop fawning over her. Move on. Moo, like cows.